日本列島縦断の旅。気持ちいい、めっちゃ気持ちいい今日。坂本龍馬です。とかあるのかな、そもそもね。で今日はちょっとこの旅はですね、ファンの方に向けての5周年ということで感謝の気持ちを伝えようっていうので、ファンの方に向けてのその企画じゃないですか。でもちょっと私はそのファンの方への感謝もありつつ、リーダーになって1年半ちょっと、そういうのも考えながら、メンバーへの日頃の感謝をちょっと今日は個人企画に詰め込んでみたので、みんなの願いをエヴァに聞こえたいと思います。みんなは今日尾道で戦えるらしい。さあ尾道、ビラもねみんな配りましたし、まあ、尾道といえば坂の町と言われてます。坂がすごく多いらしいんですよ。で、まあ、私たちは、まあ、常に全力でね、うん、こう何事も挑戦していきたいっていう気持ちもあるじゃないですか。はい、で全力と坂っておー聞いたことあるぞ。全力坂みたいなね。おおおまんまじゃん。そうということでですね、はい、皆さんには思いっきし坂を駆け上がっていただこうかな。おー、任せよ、任せよ。行ってきます。行ってきます。掴みたい。自分の音楽をもっと発信していきたい。東京ドームでライブがやりたい。シェイプアップ。あれ逆だった。私がスパガの衣装を作ります。お寺は、うん、めちゃくちゃあるんですよ。めっちゃあるんですけど、今がありますよ。今はちょっとやめて、ここのどこです？ここですよね。うん、あ、そうですね。ちょっとお伺いしたいんですけれども、今からこちらに行って体験作り。
日本一のアイドルグループになる。存在感を出す。もっともっと長く走りたい。なんで私だけ下りなんですか？あと、これ？こういう自然豊かな広島があるんだって初めて知りました、正直。ちょっと前まで現役だったのに。ここは感謝の塩っていう場所なんですけど、すごいパワーがある塩らしくて、ちょっとここでお塩を作って、それをメンバーにプレゼントしたいなって思います。お父さん固まってきました。こんな感じで、はい、気を落としながら真ん中の方を曲げて。ちょっと感動してる。すごい、見てください。これがこうなりました。いや、リーダーってなんかすごく大変だなって思うんですけど、でもすごく変えたいっていうのがあったんですよ、私。だからリーダーとしてきついことも言うし、言いたくないなって思う時もすごくあるんですよ。なんか自分のことが見えなくなる時がすごくあるんですよ。最初はすごくサオリンを真似してたっていうか、やっぱりすごくいいリーダーだったので、そのリーダーに少しでも近づけるように。でもすごい不器用なんで絶対できないんですよ。そのために みんなにはたくさん迷惑かけちゃうし、なんかそれでもやっぱ私の性格とかそういう苦手なこととかをみんなすごく把握してくれてて、だから自分が私が失敗してもみんな文句言わないし、なんかすごく優しくしてくれるんですよ。なんかそれがすごく申し訳ないなっていうふうに思っちゃう時もたくさんあって、なんか自分ができないことがたくさんありすぎて、なんかみんなにはすごく申し訳ないなって思います。できました。これは私が愛情いっぱい込めて作った塩です。感謝の塩です。まあ、食べるもよしなんですけど、この旅のお守りとしてやっぱお塩ってすごく縁起がいいものなので、お守りとしてみんなに持ち歩いてもらいたいなっていうふうに思います。写真を撮る前に、今日はチームに
お手紙を書いてきました。逆サプライズです。それどうでしょう。実はシムが足を作ってるのも全部知ってました。シムへ。改めてこうしてシムにお手紙を書くのは5年間で初めてなので、少し恥ずかしいですが、今回は日頃思っていることを書かせていただきます。シムがリーダーになってから1年7ヶ月が経ちましたが、どう感じてますか？楽しかった？辛かった？シムはよく、私はリーダーに向いてない、自信がないと言ってますが、私たちはそうは思っていません。むしろシムにしかできないシムなりのリーダーがいいんです。表には出さないけど、きっと私たちが思っている以上に、一人だけ怒られたり、一人だけで悩んだり、苦しい思いをしてるよね。でもそれを私たちにも見せないシムは、心から優しくて強い子なんだなと思います。いつもニコニコ天使の笑顔でちょっぴりアホなことを言って周りを和ませてくれるシムは、本物のアイドルであり、私たちの自慢のリーダーです。でも強い心を持つだけじゃ壊れちゃうよ。弱音も吐かないし、一人で溜め込んでるんじゃないかと心配です。頼りないかもしれないけど、周りを見てください。いつでも私たちやファンの皆さんがいるよ。シムは一人じゃない。いつでも私たちはシムの味方です。シムの魅力の一つに、愛される人間性があるんだから、その魅力でこれからもシムらしく頑張ってほしいです。ミーティングをするたびに、この11人で頑張りたいって言葉が、実はすごく嬉しいし元気が出るんだよ。何気なく発するシムの言葉は、みんなを幸せにする魔法の言葉です。だから自信を持って、胸を張って、スーパーガールズのリーダーですってこれからも言い続けてください。そんな志村梨花が私たちは大好きです。そしていつもいつも本当にありがとう。これからもこの11人で武道館やたくさんの夢を叶えていこうね。最後に、ライブ中に必死すぎて顔がやばくなるのだけはやめてください。宮崎里奈、ありがとうございます。このメンバーで翼をどんどん大きくしていきたいっていうのは私の夢でもあるし、その翼をこれからも見ていきたいなって思うので、もう誰一人かけてほしくない。